さて、全日本マスターズから2週間、今シーズン最終戦の石川マスターズ選手権です。散々な体調不良に見舞われていたので、その間にあった週末も平日もすべてケアに当てていて、トレーニングは補強も含めてすべて飛ばしました。幸いなことに全日本マスターズでのレースや遠征の疲労はほとんどなく、倦怠感の払拭と気管支の復活に時間を使ったのでした。医者から処方された薬が効いた感じは全然なく、薬が切れて数日してからようやく咳が収まってきました。石川マスターズの数日前から夜の咳が収まり、ようやく夜寝ることができるようになったので、一気に体力が回復していったんですが、これだけ気管支がボロボロな状態で400メートル走れるのか?なんて素朴な疑問に襲われます。深呼吸をすると肺が痛むんですが、まあ普段から呼吸が浅い魔人なんで、走り終わるまで深呼吸しなきゃ良いんでしょ。って深く考えずに思考停止しておくことにしました。呼吸よりも心配だったのは体重でしょうか。全日本マスターズであれほどカレーを食べていたにもかかわらず、体重が2キロも落ちていたので400メートル走る持久力あるのか?なんて不安が頭をよぎったまま立ち往生です。これを払拭するには大会までの数日間、晩飯後に夜食代わりにエルカツを食べに行こうか。ガチで悩んだのはここだけの話です。最寄りのちゃんカレが23時閉店でよかった。昔のように27時まで営業していたら、間違いなく駆け込んでいましたね。ちゃんカレ食べとけば体力も自然回復するでしょう。魔人にとってエルカツは先祖みたいなもんです。茶番はさておき、冬季トレーニングの指標のために400メートルに出場したわけですが、エントリー時はこんなことになっているとは、当たり前ですが全く想像していません。エントリー時の目標タイムはぶっちゃけ56秒半ばあたりでした。アキレス腱の不安はあるものの、この頃には厚底スパイクも注文済みでしたし、このくらいのタイムを狙っておきたいなどと妄想したのは、あまりにも調子に乗りすぎていたなと。インクスネオが届いた時点での300メートルトライアルが40秒ちょっと。あの頃と同じ勢いで飛び出したら、間違いなく200メートルも持たずに行くことになるでしょう。そんなわけで一つアウトレーンの攻めでスムスさんをペースメーカーにして、ついていけるところまでついていこう作戦を決行したわけですが、いや、甘かった。甘すぎた。だって、走り方わからん、ペース配分わからん、って弱気発言を繰り返していたのに、高校時代以来の久しぶりの400メートルで54秒68ですからね。56秒がきついって考えてる魔人が、54秒についていったらそりゃ潰れますって、150メートルで、やべ、って感じましたよ。日付も変わって日曜日。この日は110メートルハードルと100メートルの2種目ですが、ぶっちゃけ前日の400メートルのダメージが笑えるほどでかかったです。エントリーした時はどっちかだけ走る予定だったんですが、調子もこんなだし、足は痛いけど楽しんでシーズンを終わろうって気持ちになりました。どちらか1種目に絞ったところで出せる結果は見えています。ただ、今年のシーズンベストは悲しいものなので、100分の1秒でも更新できたら良いかなと。でも、110メートルハードルは全日本マスターズよりも悪化している足で、シーズンベスト更新は難しいかなと。今回も5歩ハードルを繰り出さないと、完走は厳しいアキレス腱の状況を考えると、やはり記録よりも楽しむことを優先した方が良さそうです。前半しっかり突っ込んで、後半は無理せず足と会話しながら走る。一台でも多くハードルと戯れる。全日本の時と同じような走りになるんだろうなと想像しつつも、誰も引っ張ってくれないお一人様レースでした。この日は無理をしないように、キネシオテープのお世話になることをやめました。キネシオがなければ痛くて走れないようなら、出場するのもやめておこうと。そんなわけなので全日本マスターズのレースよりも、早々に痛みに耐えられなくなることを予想していました。ところが意外と中盤までは走ることができました。いかんせんスピードが出ていないので、いいね、って動きもできていませんけど。なんだこのタイムは、どこかで見覚えが、ある。わーい、100分の1秒まで同じタイムだ。こんなこともあるんですね。
別にタイムにこだわりを持って走れていないので、この結果にどうこう言えませんけど。それにしても100分の1秒まで同じタイムってどうなんでしょう。向かい風になっても同じタイムで走ったってことは、事実上レベルアップしてるってことで、こういう風換算したら、は無意味なんで、好きじゃないですけど、こんな同タイムを叩き出してしまうと、もはやネタですね。そして今シーズン最後の種目は100メートルです。110メートルハードルの時もそうだったんですが、魔人のカメラはゴール側で三脚立てて放置です。正面だとどんな走りなのかよくわからないので、できれば横からの映像が欲しいところですが、今回は一緒に練習している仲間と同走するので、そんなわがままも言ってられません。したがって据え置き放置カメラに頼るしかなかったのです。結果的にエントリー漏れを起こして出場できなかったターボさんが、高いところから撮影してくれていたんですが、今シーズンの魔人の 100m シーズンベストは、福井マスターズの12秒64です。実に渋いタイムです。測定筋膜炎から来るアキレス腱痛にやられていた8月の記録です。股関節やらハムに違和感を感じながらも、怪我することなくのらりくらりしていた夏でした。このくらいの記録ならサクッと更新したいところですが、その頃よりも体調が悪くなっている事実、痛いだの辛いだの言ってても仕方がないんで、シーズン最後のレースと覚悟を決めて、12秒64を目標にがっつり楽しんでくる所存です。そんな魔人の放置カメラですが、やってくれました。魔人たちがスタートを待っていた前のレース、M50 のレースが終わった瞬間、一方でレースの方はというと、やってしまいました。インクスネオがやってきて、スタート練習やレースを繰り返してきましたが、まだまだ厚底に慣れていないことをすっかり忘れていました。スタートから踏み込んだ瞬間抜けました。ほんの2秒のズレなんですが、スタートで地面を押すタイミングがずれると、頭を上げた瞬間からだっと飛び出されてしまいますね。ハードルの2レースはどちらも良い感じに踏み出せたんですが、一番スタートの重みが高い100メートルでやってしまうとは、中盤以降の走りは最近の状態から見ると、よく走れた方だったと分析しています。股関節やハムに痛みが出るようなこともありませんでしたし、アキレス腱の方もゴール後に足を引きずるような、レベルでもなくしっかり走り切れました。ハードルほどの衝撃はありませんからね。200メートルや400メートルを走って、半ば強制的に体が仕上がってきているのかもですね。もうシーズン終了ですけど。そしてここ数年、動画で自分の走りを確認するようになって、ずっと直そうと思って直せていない左右バランスの問題。34歳で切っている左のアキレス腱の影響だと思いますが、乗り込んだ後の戻しの遅れを直していかないと再び11秒台で走ることは無理そうですね。そもそも乗り込んだタイミングで腰も抜けてますからね。骨盤の使い方をもっと考えないと、スピードもストライドも上がっていきませんね。こんなことってありますかね。110メートルハードルのみならず、100メートルまでもがシーズンベストと同タイムなんて。沢田さんにもしっかりやり返されちゃいましたし、来シーズンはまた競り合えるようにならなきゃですね。